はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書5章テスト対策やっていきます。で、今回はね、この2問やりますので、まずここで一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、5章、まあ、掃除の単元ですね。で、まあ、今回も非常に有名な問題を持ってきました。で、これ結構、多分苦手な方にとっては難しい問題に感じると思うんですが、まあ、今回説明の中で使う、まあ、技というか、いうのをね、ちょっと理解していただけると、掃除がね、解きやすくなると思うんで、その辺も確認してみてください。で、まず、ちょっと情報が、ここね、多いので、あれを書き込んでいきましょう。で、まず、ABCD、これ、外平行四辺形です。まあ、これ書き込まないですけど、まあ、覚えておきましょう。平行四辺形で、AB 上に AE 対 EB が2対1。これ、ね、2対1です。で、自分は比は丸を使って書くので、まあ、2対1になっていると。AE 対 EB ね。で、AD の中点が F。AD の中点が F だから、まあ、ここの長さが同じですよと。中点ね。で、AC と EF の交点 G。まあ、これはね、これの交点 G 書いてくれてるから、あと角度か。AFE が30度。ここが30。ちょ、ちっちゃくてごめんね。で、BCE だから、ここが11度。で、CG、ここの長さは4センチ。となってます。いいかな？じゃ、この状態で、まず各 CEF です。CEF だから、ここか。ん？ CEF、ここだね。を求めに行きましょう。で、これね、どうやっていくかっていうと、まあ、じゃあ X とどうか。こういう、ま、掃除の問題が出てきたときに、まあ、これでパッと見掃除ってすぐ気づくかどうかまたね、そこも出てくるとは思うんですけど、掃除で基本的に使いやすい形っていうのはやっぱ決まっていて、まあ、テスト対策でね、前もやりましたけど、例えば、三角形があって、こういう風に、平行線があるもの。そうするとま、掃除が使えますよね。で、あともう一個、まあ、いっぱいあるんですけど、もう一個よく出てくるのは、こういう形です。まあ、ちょっとね、変な形の砂時計みたいになってますけど、これは上の長さ、上の辺線分と下の線分が平行になってる。これも上と下の三角形が相似になってるので、まあ、使いやすいんですね。で、今回ちょっと惜しいんですけど、微妙にそういう形がありますよね、ここ。ここ。でも、この上の AF と EC は平行ではないので、すぐには使わないと。だから、よく出てくるのは、相似って補助線が多いんですよ。自分で線を足すやつね。で、補助線の問題はやっぱり難しくはなってしまうんですが、これを今回作りに行きます。ちょっとこれはね、似てるのがないので、こっちを探したいと。で、この形を作る、まあ、補助線を入れるときに、例えば、こうなってるからさ、ここに線分、これとね、AF と平行な線分引いてもいいんですけど、そうしちゃうと、またこういう線もどんどん増えちゃってごちゃごちゃしてしまうと。で、補助線っていうのはできる限り少ない方がいいので、今回どこに作るかっていうと、これをね、伸ばすんです。こうやって。で、伸ばす。で、今、G まで使ってるから、次 H がいいか。じゃ、これ H って置こうかね。で、これちょっと、消しちゃいますね。ちょっと待ってね。で、今、右側ちょっと消しちゃいましたけど、砂時計みたいなやつね。こうすることによって、ここが AF と下の HC か。平行になるから、まあね、すごい下が大きくなってるけど、砂時計みたいな形が出来上がると。そうすると、上のこの三角形、ここと下の三角形は相似になります。いいかな？これはまあ三角使うからね。で、これで勝負していく。で、まず一番に関しては、このね、補助線を引くことによって、これ速攻解けます。CF。なぜかっていうと、今ここ引きましたよね。で、自分よく錯覚の Z とか、錯覚の逆 Z っていう言葉を使うんですけど、平行線があります。こうやって。時に、ちょっと今、次の問題も使うんで書けないんだけど、ここ。この形。こうね。これ全部 Z こうなってるでしょ。形変だけどさ。で、Z 作った時に、ここと、ここは錯覚の関係なので、上と下平行になってるから、角度同じなんですよ。つまり、こうなった30度とここが30度で同じになります。錯覚の Z でね。そうすると、次、下の三角形、ここ行ってください。伸ばそうか。今、ここに C があって、E があって、H がある。
ここ30度ですよね。ここ11度ですよね。三角形っていうのは、二つの内角、こことここを足したら、残りの角度の外角と一致しますよね。これも三角形で勉強したやつ。つまり、こことここの角度足すと、ここになると、41度。でもそれどこって、ここですよね。X もろでしょ。だから、1番の角 CEF は、一応式を書くんだったら30足す。11で、41度と。これで終了となります。本当にこれ1番はね、まあ2番もこの補助線使うんですけど、補助線気づけるかどうかっていうとこが大きい。多分ね、違う答えのアプローチももちろんあると思うんですが、まあ自分はちょっとこうやってやったので、これを紹介させてもらいました。いいかな？で、2番です。こっちの方が圧倒的にめんどくさいです。いいかな？で、2番は、まあ AG ですね。ここを求めたい、長さ。じゃあ Y にしよっか。ここね。で、求めたいんです。で、作戦としては、今補助線を引きましたよね。さっきやったように、上のこの三角形と下のこの三角形、相似になってる。だから、ここさ、ちょ、対応するんだよ。Y 対4って、場所がね。ってことは、もしだよ、この上の線と下の線が何対何っていうのが分かれば、ここの比とここの比をつなげてすぐ計算ができる。ですよね。もちろんこっちでもいいんですけど、斜めでも。どっちでもいいんですけど、まあ、相似比ってやつです。それが分かればいいなと。じゃあそこに持っていきたいんですけど、そこまでがちょっと遠いんですよね、今回。いいかな？じゃあまあどうやっていくかっていうといきます。で、まず、ですね、そこにたどり着く前に、ちょっとなぞりますね。この三角形、青のところと、この三角形、まあ、まず相似になってます、これ。一瞬気づきにくいんですけど、これ30度30度角度同じですよね。で、ここ、対頂角で同じなので、二組の角度同じになるから相似の条件満たすんだよね。だから相似になってます。で、対応する線としては、ちょうどここ、1対2ですよね。元々当たられてたやつ。こことここの線対応してるので、相似比も1対2になります。つまり、ここの長さ、下。ここと、ここも1対2になってるんです。で、こっからの求め方は多分人それぞれ変わると思うんですけど、自分がよくやるのは、一番短い線分を文字を使って置くっていうのを結構使います。例えば、今、これ見た目でちょっと判断してるんで、絶対かはわからないんですけど、例えばここを文字を使って置くんです。で、文字は何でも構わないんですけど、自分 T 使うのが好きなんで、ちょっと T 使いますね。この長さ T にします。そうすると、さっきやったように、1対2なんですよ。線、まあ、相似比がね。つまり、ここも1対2なので、これが T だったら、1対2、2倍ですよね。だから、ここの長さ、2T って表すことができます。でしょ？で、そうすると、ここ今、最初 F、中点なんですよ。ってことは、この長さとこの長さ同じだから、当然、右側も 2T なんですよ。ここもね。ってことは、合わせて 4T ですよね。もともとこいつ平行四辺形なので 4t なら、ここも 4t なんですよ。いいかな？ここまで大丈夫かな？で、なんでこんなことをしてきたかっていうと話が戻ります。最初に戻って、ちょっと赤と青ばっかでね、申し訳ないんですけど、出したかったのは、ここの三角形、上のね、砂時計の、と、この下の三角形の相似比が欲しかった。こことここを使いたいから。で、今 T を使って置いてきました。そうすると、上の部分のここ 2T って置けました。下いくつって T と 4T 足すから、ここ 5T ってことが分かりました。つまり、上の三角形と下の三角形、これ 2T と 4T 対応してるから、相似比は、赤じゃないんだね、2番は。相似比は 2T 対、5T と。なります。T 使ってるけど。で、文字を使った便利な理由は、これ、両方 T 入ってたら、比っていうのは T で約分というか、切っちゃって構わないんで、T 取って、2対5って分かるんですよ、相似比が。こいつが2対5なんです。つまり、最初にも言ったように、対応してる Y と4、ここの長さも2対5なんです、今。全部2対5だからね。つまり、もう、あれか、Y とか AG でよかったね。AG で行きましょう。
AG 対4、ここね。AG 対4は、2対5。っていうか分かるぞ。で、中、外、外だから、外から行こうか。5AG イコール死にが8。で、5で、両辺割って、AG イコール5分の8と。これで終了となります。まあ、単位つけるのはセンチメートルだね。これね。いいかな。まあ、こういった形で、このね、解き方はすごくよく出てきます、掃除。定期テストとか、模試とか受験とかもそうなんですけど、で、もちろん補助線が入ってるので、苦手な方にとってはすごく難しく感じると思います。思うんですけど、こういう風に、まあ、絶対ではないんですが、この砂時計みたいな形を作ることによって突破口を見出せることは非常に多いです、掃除の問題。だから、今回はここに補助線を引きました。もちろん絶対ね、同じような問題が出るかはわからないんですけど、もしね、これをまあマスターしてもらって、似たのが出たってなったら、ラッキーだと思うんでね、ぜひこのやり方覚えておいてください。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。補助線って聞くだけでね、もう無理ってね、思う方もいるかもしれないんですけど、まあ自分はそうだったんだけどね。ただ、まあパターンを覚えると、どっかで役に立つ時ね、出てきますんで、ぜひ今回の問題ぐらいはね、覚えてもらえたらと思います。では、また次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。